は柴田です。今回ギターをモディファイしたのでご紹介させていただきます。モディファイしたギターはこちら、フェルナンデスのストラトタイプになります。まあ80年代の中頃のものかなというところですかね。まあ、全然高くないですね。普通のフェルナンデスのストラトタイプなんですけれども、これねすごく気に入ってて、過去にですねフェンダーのストラトとか持ってたんですが、結果的にですね本家のフェンダーを売って、このフェルナンデスのストラトタイプがうちに残り続けているというぐらいですね、音を気に入っててですね、ずっと手放してないギターです。まあ、本当ねたまたまこの個体のね音が良かったのかなというところで、他のねフェルナンデスの同時期80年代後半ぐらいのストラトも使ってはみたんですけれども、それはね全然音がね大して良くなかったんですよ。なのでたまたまねこれが当たったのかなというところで、結構可愛がっていて、まあいろいろですねカスタマイズしているわけなんですが、まあ例えばこのブリッジもローヴィンテージのものに変えたり、あとフレットもね打ち替えました。ジャンボフレットにしております。まあその名の通りちょっと大きめのフレットなんですけれども、高さもあって幅もあって、まあ、なぜジャンボフレットにしたかというと、スティービー・レイ・ボーンみたいな感じでなんかワイルドにストラトを弾きたいなと。ペグもね交換しようと思ってたんですが、このフェルナンデスの F キーと言われるもの、これもまあまあね珍しいのでそのまま取ってありますというふうな感じで、結構カスタマイズはしているんですが、このね電気系に関しては特に何もいじらず、まあ、ノイズレスの加工はですねこの中してはあるんですけれども、ピックアップの交換とかは一切せずに使っておりました。まあ、それぐらいですね音を気に入っていたというふうな感じのギターです。まあ、しかしですねこのストラトって僕あんまりリアのピックアップを使わないので、今回ピックアップの交換をしようかなと思ったんですが、そこはですねちょっと思いとどまりまして、千葉管楽器のマイスターとお話をしながらですね、形を変えずにというか見た目を変えずにモディファイしていくという方向、もちろんピックアップも変えずにというところで今回話を進めて実際にやっていただきました。何をしたかというと、ここにですねプッシュプッシュのスイッチをつけております。こんな感じですね、一番下のトーンのところにですねプッシュプッシュのスイッチをつけて、これはどんな効果があるかというと、普通に押したままだと 5way の通常のストラトなんですけれども、これをですね押して飛び出させると、一番こっち側にするとですね疑似ハムバッカー、この2つが鳴るようになります。そしてセレクターを一番下にすると、今度はねこっちセンターとリアのハムバッカーになります。まあ、雰囲気としては本当に疑似ハムバッカーという風な感じなんですが、このストラトの出せる音の幅がまた広がると。まあ、通常でもねストラトって5種類のピックアップセレクトができるんですが、さらにまた違う音色を出せるというところで、今回また面白いギターにバージョンアップされました。この改造のいいところはですね、本当見た目も変わらず通常通りのストラトの音が出て、ただボタンを押すだけで新たな音色が増えるというところですね。どんな音になっているかっていうのはこの後鳴らしていきたいと思います。